皆さんこんにちは、水木青の青色 TV、 イエーイ、始まりました。今日は見たくるはい、今日はミラクルなミラクルフルーツです。どどん、ミラクルフルーツ、パパ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 パ。では早速ミラクルフルーツを開けます。では行きます。まずは開けて、ミラクルフルーツが 1,2,3,4,5 個入ってるんで、ちゃんと使い方書いてます。ミラクルフルーツの楽しみ方、酸っぱいものが甘くなる不思議な果実、ミラクルフルーツを口に入れる、そして種と実を分けるように口の全体で1から2分転がすよ、甘くなるみたいな感じ。じゃあ早速青も食べてみます。やだやだではいただきます。あんまりこういうの好きじゃないんだよ。うわうわうわ、なんかこれこそまさに梅干し周りカピカピやけど、え、食べたことある味する。多分もう1から2分経ちました。じゃあ早速種はのけていいよな、うん、では早速、ポッカレモンの方からいただきたいと思います。ほんまに甘くなってんのかな、これだけで。でもなんか今口の中気持ち悪い。では早速いきます。あー、いけるいける。なんかすごい不思議なキム、今ポッカレモンって甘かったっけはい、じゃあ次梅干しいきます。梅干しは小粒の梅、シソ風味やって、え、美味しそう。そう、小粒がいいんよな。あ、でも梅干しあんまり好きじゃないねんな。じゃあ早速いただきます。はい、いただきます。うん、青、ミラクルフルーツ食べたよな。食べたやんな。え、なんで、なんか、うわ、もう梅干し食べた時みんなさ、こうなる感じのあれが来たよ。レモンいけたよ。ちょっともう一回レモンいってから。え、ポッカレモンってやっぱ甘い。ええ、ちょっと待って、頭おかしくなってきた。待って、どういうことレモンも甘いのに梅干しは甘くない？これがもっと酸っぱいかな。まあいいや。でもレモン甘かったから、あ、ちょっとお茶飲んでみよう。お茶に甘さとかあんのかなじゃあ早速コブラチリをいきたいと思います。とちょっとあんまりやっぱ梅干しでも強さがわからなかったんで、もう一個食べてからやっぱ最強ボブなんで、ボブ最強なんで、なので、あ、まあ、2つミラクルフルーツを食べまーす。いただきます。きっと小さいお子様は今の私を見て泣いたことでしょう。ごめんなさい。1、2分経ったことでしょう。では出します。では早速最強コブラチリ VS 水木青何これではいただきます。コブラチリは本当は耳クソ1個分やったっけ何やったっけ耳かき、1回分ぐらいなんで、耳かき1回分ってなんなんやろな。あ、耳かき1回分ぐらいの量を取るってことか。あ、なるほどね。それぐらいらしいですけど、青は耳かき倍ぐらいビビってねえし別にコブラチリでビビってねえし
けどコブラチリの強さは知ってるし食べるし。いただきます。全然笑ってるんじゃないで。やばいやばいやばい、久々笑えへん。待って待って待って、やばい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 、え、やばいやばい、鳥肌が止まらへん。やばい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 、あー甘い甘い、え、あれでも辛い。ザワバザワバザワバ、長いことハーハー言ってるのもみんなちょっと長いとかスタッフさんに多分カットされると思うので、もうちょっと終わらせます。ごめんなさい。なんか知らんけど上の裏側がめっちゃ痛い。そして胃に来てる今と、ご視聴ありがとうございました。ミラクルフルーツはすっごいレモンに効きます。ペッコレポッカレモンはこんなに甘かったっけって思います。そのぐらい甘く感じます。レモンそんな好きじゃないし。そして豆干しはいいや、無理でした。コブラチリにはいつになっても勝てません。誰か勝てる方法があればぜひ教えてください。良い子は真似しないでください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。夏も皆さんミラクルフルーツでミラクこんなやってる場合じゃなく痛いけど、楽しみましょう。それではまたね。